遊びに行くのはいいけど、スエちゃんから目を離さないでよ。大丈夫、わかってる。スエちゃんはちっちゃで可愛いからすぐさらわれたりするもんね。ちょっとお待ち。それどういうこと？なんでもないのよ。痛いのはやぁ。人聞きの悪いこと言わないでちょうだい。叩いたことなんてないでしょ。説教も嫌。それはあなたたち次第よ。あの、モフモフしてほしいの。にゃあ。ほほ。ほら、ヨッシー、スエちゃんはあんたの人魚さんじゃないのよ。ああ、やたら犬臭くなって帰ってきたことあったわね。で、他には？あっちはお外、こっちは中、ここまでは大丈夫。それで川本さん家の上の子はすまなそうに挨拶してくるのね。おはようございます。おはよう。ちいちゃん、もういいでしょ。はいはい、くれぐれも目を離さないようにね。わかってる。口で言っても聞きはしないってわかってるんだけどね。帰るのよ。うん、行ってきます。お散歩お散歩。ねえたんねえたん。ん、草っていろいろあるね。そうだね。でもみんな同じ草なの？そんなことないよ。野辺の草にもちゃんと名前はついているのよ。このふさふさしたのは？エノコログサだね。子犬の尻尾に似ているから犬コログサで、それがなまってエノコログサ。じゃあこれは？オヒシバ。これは？松酔い草だね。少し前まで早い朝に黄色い花をつけてたのよ。白くてちっちゃな花。姫女音。赤い花。赤爪草。のげし。片ばみ。これ男の子がちゃんばらしたりする。背高は立ちそうだね。ほーい、もしかしてここの草みんなお名前あるの？そうね、名前はどんな小さな草や花にもついているのよ。これは赤爪草っていうのよ。よく覚えたね。お名前？赤い花違うの？うん、どんな小さな草や花にもお名前があるの。
お名前みーちゃん、しのちゃん、まきちゃん。そういうのじゃないの。同じ赤い積み木でも三角とか四角とかがあるでしょ。こっち三角、これは丸。そうだね、積み木と同じで花でもいろんな形があって、それに名前があるのよ。お花と一緒。でも三角も四角があるよ。丸にも四角。でも四角には四角しかないけど、丸には丸があるし、三角も三角があるでしょ。三角だけとか丸だけはないの。三角だけは尖ってるし、丸だけだとボールだね。丸ばっかり。丸ばっかりは積めないから、積み木には四角があるのよ。頑張らなくても。ちょっと面白そう。紫色の花、これはコンギク。トゲトゲ葉っぱ、紫ピンピンの花、アザミだね。紫違うの。三角と丸が違うみたいに違うの。コスモス、花びら8枚。1、2、3、4、5、6、7、8。上手にお勘定できたね。ねえたねえた、これはね、丸々構想。まきちゃん正解、すごいね。こっちはそば。そば？うん、お花が咲いて実が取れたら粉にするの。つるつる食べるおそばの元になるんだよ。白くてかわいい。もっとちっちゃい花でもちゃんと名前があるのよ。犬タで、赤くて小さなお花がたくさん咲いてるでしょ。お犬さんいないよ。お名前はどうしてそんななのかわからないのもあるのよ。どうして。昔の誰かが言い出して、他の人に言っていくうちに、どうしてそうなのか誰もわからなくなってしまうの。お花つぶつぶいっぱい。そうね、おままごとでお赤飯の代わりにすることもあるんだって。だから赤まんまっていうお名前もあるの。姉たん物知り。お姉ちゃんもお姉ちゃんのお姉ちゃんに教えてもらったの。だからまきちゃんもみーちゃんもお姉ちゃんになったらちっちゃい子に教えてあげてね。うん。てんてん、おはよう。おはよう。ああ、ここ雑草は全部抜いちゃったから。誰？誰がやったの？マキちゃん、まずその握り拳下ろしてね。姉ちゃん大変！花なくなっちゃった。大丈夫よ、種とかまだどこかに残ってるから、次の秋にはまた花が咲くのよ。その前にきっと春の花、それが過ぎれば夏の花が咲くよ。その時にはまた一緒にお花見ようね。しのちゃんはさすが年長のお姉さんね。てんてんは昨日しのたちがお花見てたのを見てたよね。え、でも仕方ないの。いいの、大人の事情でしょ。しのも早く大人になりたい。全面三角なのは三角錐。こういう尖ったのは錐って言って、そこが四角は四角錐、そこが円なのは円錐。長くて同じ太さの柱は柱で、円柱、三角柱といったところかな。ちっちゃい子は何でも聞いてくるから、お姉ちゃんは大変なの。勉強
強しないと、ちゃんとしたお姉ちゃんになれないのね。え？でも、お姉ちゃんも知らないこと、いっぱいよ。ちゃんと出せなかったの。にゃじゃあ今日はチッポの特訓するよ。特訓？じゃあお姉ちゃんの言う通りにするのよ。じいちゃん遊ぼう。はーい。右、左、真ん中、下、何やってるの？チッポのお勉強。お勉強してるの？えらいね。リリちゃんもする？え、何やるの？じゃあ、チッポ右から、まーる。え、まる？あまり丸じゃないね。てゆうか無理だよ、ちーちゃんみたいに長々尻尾じゃないと。丸できなくても変わらないから大丈夫よ。丸二つ。すごいね。にゃー。あら、いらっしゃい。お邪魔してます。スエ、チッポ身近なの？大丈夫よ、ちーちゃんお姉ちゃんもちっちゃな時は尻尾短かったから。ほら、尻尾ちっちゃ、耳もぺったん。なんでこんな格好なの？ちっちゃだ。この頃は着替えも全部お姉ちゃんがしてたのよ。でも姉ちゃん、ちっちゃい子パンツみたいだったらお着替えもっと楽じゃない？ズボンとかスカートとか2つ穴通さないとなんないし、それとか出さないとか。ズボンで尻尾出さないのはね。スカートはもっと困っちゃう。着物だと尻尾を出さない着方もあるけど、お止めに通す手間は同じよ。じゃあ、ちっちゃい子パンツみたいなのは？あっちは留め具が外れたりするから。それでスエちゃん、前にこけたでしょ。どの道、尻尾を外に出すなら隠し布を通さないと。隠し布？スカートの内側についてるヒラヒラよ。あれ、なんであるの？なかったら尻尾を寄せた時に隙間から下着が見えちゃうでしょ。隠し布があれば隙間があっても見えない。ちょっとくらい見えても。姉ちゃんは嫌よ。姉ちゃん尻尾ないでしょ。ちーちゃんの下着を見たがる人にちーちゃんの下着を見せたくないの。ねえねえちっちゃだったの？お姉ちゃんのちっちゃな時はこれよ。かわいい。ちっちゃねーね。スエちゃんそっくり。どうして姉ちゃんはかわいいままでいなかったの？あ、
お着替えさせたい。可愛いままだとあなたたちのご飯作ったりお世話してあげられないでしょ。成長はしなくちゃならないの。あら、じゃあご飯いらない？それは困る。続いては先頃開催された世界美人コンテストの話題です。平和の象徴として始められた。これ何？世界一の美人だって。一番美人はラーメンだよ。ほら、家の中でドタバタしないで。ねえねえ、どうしたの？ん？ん？何？ねえねえ、やっぱり一番美人。いい子ね。ダメよ、せいちゃん。姉ちゃんが慢心するでしょ。上には上がいるのよ。例えば姉ちゃんは世界一偉そうでしょ。でも世の中には先生とかもっと偉い人がいるの。そうね、お父さんとか。そんな悩むことは言ってないでしょ。お父さん偉い？うちじゃ一番偉いの。ともかく美人にも上はきっといるのよ。お姉ちゃんより美人って誰？え？あまり無茶はしないでね。優子先生は美人さんね。あら、お世辞でごまかそうとしてるの？でもやっぱりうちの姉ちゃんの方が美人さん。そういうオチか。惜しかった。怒らない、怒らない。怒りません。ママ代わりの美少女 JK になんて勝てませんよ。なかなか美人さんいないね。お、あ、しのちゃんに大きなお姉ちゃんたち。お、委員長とこのチビたちじゃん。またあった。よし、抱っこして。ちーちゃんは甘えたさんね。あー、しのも。はいはい。おっきなお姉ちゃんは美人っていうより可愛いだね。将来は美人さんになるよ。姉ちゃんも美人よ。スーちゃんは美人ヘビさんな気がするよ。どう？どうでしょう。ところで抱っこはいりませんか？しのちゃんも美人さんね。でもまだ子供かな。自分も子供でしょ。そっか、美人を探してるのね。うん、うん。じゃあこっちのお姉ちゃんは？もっとやって。お姉ちゃんだったの？男の人だと思ってた。おい、こら、前にプール行ったよな。ただいま。あら、おかえり。暗くなってきたから探しに行くところだったのよ。ちーちゃんもすっごく探したのよ。何を？姉ちゃんより美人な人いた？
でも世界は広いのよ。きっと姉ちゃんより美人はいるよ。お姉ちゃんが一番美人でいいでしょ。ダメ、向上心がなくなったらすぐおばちゃんになっちゃうのよ。その時はちーちゃんやすーちゃんが一番の美人になってるから大丈夫よ。美人になる？言いつけを聞いていい子にしてたらね。どうしていつも説教が入るの？If I said it was scaring in the dark そして世界が僕のこと忘れてもI'm not afraid to die.